目だね。2日目は市役所行ったりニトリ行ったり生活費を揃えたいと思います。はい、とりあえずそうだよね、市役所行かないとね。はい、外の景色こんな感じです。ここは沖縄市、うん、遊ぶところが結構いろいろ。すごいね、うるま市役所です。これがなんか岩手の盛岡市とうるま市はこんな感じで友好都市なんだね。ねえ、友好都市、まさかのまさかのだったね。どんどん晴れ。はい、新しいお家に初めて入りました。ちょっと靴脱いで。はい、まず一部屋、意外に広いね。6畳だっけ。そうだね、意外とここ狭かったな。あー、そうだね。でもいいじゃん、こっちあるから。どう他の人も住んでるんだよ。どうですか。はい、中古車、初めて沖縄を運転してます。はい、いいね。でもね、てんてんどう。まあ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 だね。はい、いいね、これあるとかすごい非常機ね。今までデミオなかったもんね。なかったもんね。どう乗り心地いい。何やってんの。いいって。はい、はい、今度はパパの中古車試乗です。すごいね、落ち着いてる感じだよね。おー、いいね。これでいい、決定。うん、素晴らしい。はい、車2台決定しました。2日目の夕ご飯は、夕ご飯はあのイオンライコム店に来て何か食べたいと思います。広いね、ほらすごい。降りんの。でライカムってあれだよね、沖縄で一番大きいイオンらしくて、でちょっと夕ご飯食べにチラッと来たんですけど、なんかチラッとどころじゃなくて、こっちか一回。前あの来た時はもうあの周りの道路が混みすぎてこれ入れなかったんだよね。全然ね、ここ入れなかったね、うん、そう、うん、なんだけどやっぱり平日になると全然空いてたな。飛行機、ヤマダ電機のアウトレットに来ました。浦添市だね。すごいいっぱいになりました。一体いくらになるんだろう。この二人はもう遊んでるし、行こう。すごいね、乗りません。今日は今から地元の友達が沖縄に来てるということで会いに来ました。綺麗だね。どう海、うん、うん、どう、もうちょっと行ける。
でまた行くの？お土産なんだよ。お土産なんだよ。ホテル生活終了してやっと家で生活します。はい。ということでやっとお家で生活するんですけど、お家に行ってもね、家電が2日後、マットレスとベッドが10日後に届くので、生活が安定しない状態ではあります。ホテルに3泊して、その間に必要なものをちょこちょこ揃えたんですけど、まさかマットレスとか家電がここまで来ないと思ってなかったので、準備あっちこっちあっちこっち行きましたね。ね、もうまだ多分ね、いろいろまだまだ足りないものが出ては買いに行って、出ては買いに行ってっていうのを繰り返して、もう1週間ぐらいはそんな感じだよねきっとね。うん、ほんと最低限だけは買って、あと届くの待ってみたいな感じです。またその都度ね、発信していければなと思います。はい。大きい通りは基本的に2車線で、まあ確かに渋滞もすごいんだけど、まあだいぶスムーズかなっていうイメージだね。多分行く方向にもよると思うんだけど、確かにね、メイン通りはだいたい2車線、2車線、うん、で道、細い道入るとだいたい狭い、まあ、狭いね、結構ね、くねくね、うん、そう、くねくね、結構極端だよね。うん、うん、思うかも。はい、今ちょっとお家でガスの立ち会いをしてて、こっち来て初めて私一人で運転してニトリの方に、足りないものの買い出しに行ってきたいと思います。不安なんですけど、ちょっとまあこれも練習の一つなので頑張って行ってきたいと思います。こんな感じでとりあえずお昼だね。パパにお手を見ててもらって、午前中は私一人で、買い出しにちょっと行ってきました。はい、はい、ありがとう。午後はね、いよいよここにテーブルと椅子が来る感じかな。ではて、今から池神社によろしくお願いしますということで来たいと思ってます。はい、と、うん、ジェットスキーいいね、ヨットみたいな、うん、なんかなんだかんだね、こっち来て海で私たちまだ遊べてないので、はい、ね、とりあえず落ち着いたらね、海でゆっくりしたいね。うん、座ってみて。じゃん。はい、どうですか？うん。いい？いい？